プリビロフ諸島は、ベーディング海に浮かぶ4つの火山島からなる。アラスカ州のニューエナム岬の南西およそ 320km、アリューシャン列島のウナラスカの北およそ 320km に位置する。面積約200平方キロメートルのツンドラに覆われた岩がちな島々で、全体がアラスカ沿岸国立野生成物保護区に含まれている。アメリカ合衆国アラスカ州に属し、 人口684人である。主要な島は、セントポール島とセントジョージ島で、セントポール島の近くにオッター島とオルラス島という小さな無人島がある。セントポール島は、発見された日が、セーペテロパウロの祭日だったことにちなんだ命名。人口532人、ズワイガニと、おヒょの漁獲に大きく依存している。アメリカ沿岸警備隊の基地がありかつては、 ロランシーの主局が運用されていたが GPS の普及によって廃止されたアメリカ国立気象局の観測所があるセントジョージ島はガブリール・プリビロフの船の名にちなんでいると思われる人口152人でアレウト族の居住地となっている1913年古生物学者ロイ・チャップマン・アンドリュースがスクーナー・アドベンチャースの諸女公開でこの地を訪問 彼が撮影した映像によって、オットセイの保護運動が盛んになった。アメリカ合衆国国定歴史建造物地区に指定されている。ありがとうございます。